ハローエブリバーデー投資家の馬場です。本日も YouTube やっていきます。2020年8月24日マンデー月曜日でございます。本日のお題は株式投資のお話でもあるんですけども、えー、人生トータルで圧倒的に勝つには、こうすればいいよという部分でね、えー、お伝えさせていただこうと思っております。与沢翼さんサンマインドみたいな感じでございまして、 僕もね非常にリス,リスペクトしておりますね、ねあのすごいね秒速で、ね、な何の件稼ぐみたいなね、与田翼さんがいるわけなんですけどもね、ね後ほどねその部分の書籍についてもお話しさせていただこうと思いますし、あとはね、えー、まあ、こういったどこもかしこもね爆上げしている相場でございますよね。ね 寝てたらね爆上げするまず、あ、ね幸せになりそうな相場でございましてですねまあこのね相場にね乗っていきたいでございますですね今日もすごかったですねはいまあ人生トーで圧倒的に勝っていきたいなという部分を後ほどお話しさせていただこうと思っておりますどういったマインドが必要なのかっていうところでございます非常にね大事になってくると思いますね損傷理大 そういった部分をね、えー、やっていきたいところでございますね。であとはね、えー、銘柄コード8226の「 理系についてね、お話しさせていただこうと思っております。これもね、なかなか面白いシグナルが出ておりまして、パターン化があるんですね。この銘柄、うーん、まあいい形でございまして、買いに入ってもいいのかなというところでございます。面白い銘柄でございます。ね、今年の1月に同じ形があって、今ここに来て、えーね、上がりそうなところにあるのかなと、出来高が伴って、これからそれに、 つれだかしていくのかなという部分がね、パターン化してあるのかなというところでね、えー、また後ほどお話しさせていただこうと思っております。それでは、皆様最後までご視聴のほど何卒よろしくお願いいたします。ばばチャンネルでございます。皆さチャンネル登録よろしくお願いいたしますね。お友達もいつも,もよろしくお伝えいさしませばばチャンネルでございます。はい、普段は株式投資なし、金融の話、経済の話、心理学の話、筋トレの話、ガジェットモード、iPhone とか。 アップルウォッチみたいな感じでお話させていただいております、ね。引き続きババチャンネルをよろしくお願いいたします。毎日 YouTube を基本的に配信しております。時々休むかもしれません。だけど、毎日 YouTube を基本的に配信しておりますの、ね、で、引き続きババチャンネルをよろしくお願いいたします。生温かい目でよろしくお願いいたします。それではまいります。まずね、今日のマーケットの様子をね、さらっとおさらい,さ,らいさせていただこうと思っております。 はい日経が2万2985ということでございましてね、ねもう2万3000がね、えー、そのラインに来ております、ね、まあそれを超えたら、一気にまた行きそうな感じで、3万とか見えてくるんじゃないかろうかというところをね、楽観視してね、見ていきたいなと思って、ます9月、10月、11月と。 上がっていきそうでございますねはい。まあ、今日はねプラス65円高というところでございましてまあまあいい感じのそばでございました新興市場が爆発上げというか強いでございますねいやいいことでございます 系の先物も,もプラス120円ということでございまして非常に明日もねまた爆上げしていくのかなといったところが見受けられますですねあ右肩上がりじゃないでしょうかということでニューヨークダウもプラス190という形で先週の金曜日ね強かったでございますダウニューヨークダウ先物も,もねプラス212円212ドルかそれはすごいことでございますねはい wti 原因も42.67とこれも上が 上がってきておりますどここももかしこも爆上げ相場でございますねいやー、これに乗らないと投資家さる者、今まで何をやっていたのかと、ね、7月、8月ね、ね苦しい時を皆様、過ごしたと思います、特に7月とかね、よく訳わ,わかまんみたいなね、相場だったと思います、上がったり下がったり、上がったり下がったり下がったり、下がったりとねそんな相場だったと思います、これからがね、始まるんですよ、いい相場がね、おそらくね、確、ね、信はね、できないかもしれないけど、まあ、そらく まあ、8割方上がっていくのかなと、まあ、投資は、ね、自己責任でございますので、皆様ね、自分の判断でね、えー、していただけたらと思います、まあ。僕は個人的に上がっていくのかなと、えー、睨んでおります。えーまあ、このね、どこもかしこも爆上げ相場何度も言ってますね、はい、買って寝てたら幸せになるような相場でございます。で、あのー、僕の集配するね、よざわささんもね、言われております。 ね、直近で人生トータルで圧倒的に勝ちたい人は含み益が消えてなくなることを心配するよりも含み益が伸ばせないことにもっと強い恐怖心を持つことが適切と確信していると、お与沢ささんん確信されてるんですねこれは直接的には投資の話だけど含み益が出ている物事を異次元に伸ばすためには との観点から人生全体に展開して考えてみても面白いと思うよという形でツイッターを上げられておりました。まさにね、面白い考え方でございますね。えー、そうですよ。うん。来てるなと、運が来てるなとかね、そういった状態でございます。まだこの上がってきてる状態。もっとね、えー 上げてていいいこうというと感じでございまし、ねえー、確かにね、肌8秒目とかね、えー、まあちょっとここまでまあ僕なんかもうここまで上がったらまあ,まあ十分でしょうみたいな、みんなさんに思われるかと思いますだけどね、こういった爆上げ相場始まった場合にはね、乗りに乗っていった方がいいんですね、もうどこまでも上がっていこうと、どこまでも高めに上がっていこう、えー、そこまで上がるのっていう、それ以上にまだ上がってとか、T&S とかね、その極めてございますね。今 そういう状態です。もうそういう状態の相場。ねもうここでいいでしょうというところが、またそのね2倍、3倍上がっていくようなね相場でございます。まあ、このね人生トータルで勝つためには、含み益が消えてなくなることを心配するよりもまあ伸ばせないことを恐怖に思ったがいい、それを真剣に考えていった方がいいんだと。ね、トータルで人生に勝つためには。だから、ね、少ない ドットでね、勝負するよりも、もうぶち込んでいけというようなところでございまして、まあ、確かに資金管理大事でございますけども、勝負するところは勝負しようというね、湯沢,マインド湯沢翼さんのマインドがありますですね、まあ、あの、湯沢翼さん、僕もね、あの大好きでね、YouTube とかもよく見させていただいておりまして、まだメンバーシップにはまだ入っていないんですけれども、ちょっと検討したいなというところでございますけれども、ね、まずこの本を読みたいなと思ってます。メンバーシップに入るまでねこの お金の心理という与沢翼が、与沢翼さんがですね、あの自ら、ね、執筆された著書でございます。秒速1億円とかはです、ね、あのなんか社員の方とかしライターの方が書いたみたいなんですけども、これはね、与沢さん自らが書き書きされたということでございます、ね。ちょっと、ねえー、あれから、えー かなり、ね、あのマインドが変わられている感じでございますね。一コアも二コアも向けた与沢さんの心のマインドがここに詰まっているということでございますので直近のですね、まあ、人生というのはいろいろ変化するものでございます。与沢さんも言われておりますいろいろ考えも思考も変化していくことととででございいいまますす波があります、まあ、そのののの時々の最高の状態だというこころでこの執筆をされていると,いとでございます。 えー、お金と幸せ、その最終結論という形で書かれています。まだ僕もね、えー、読む途中でございますね。まあね まだ57ページしかない。<laughs> ねまあ、これを読んでしまって、また皆様にもレビューをお伝えさせていただこうと思います。與田和さんのねマインドをですね、素晴らしいですね。という感じでございました。で、まあね、今日直近の話は変わりますけれども、8226、メーコード8226の理系についてお話させていただこうと思います。あの簡単にね、さらっと。まああのこちらの理系ね、あのつい、えー、あの,さあの昨今ですね、出来高から伴ってね、ガンと上があります。 ましたねこの出来高を伴ってガンってねこうやって上がることによって、えー、やっぱりねこの銘柄あの面白くね火がついてくるんですね。えー 今年の1月も,もう僕、よく見てたんですけど、まあ、同じ形でございますあ見くば。見比べてください、過去の、ね、チャートをですね、この過去のチャートを見比べて投資するっていう戦略は非常に、ね、有効でございます。結構同じレンジで動いたりね、パターン化ってね、いろんな銘柄でもあったりするんですね、この理系もそのパターンでございますね、一度吹いて、えー、そこからもっともう2回、3回、吹くのが理系の。 1回拭いただけじゃ収まらないっていうのが理系でございましてですね、えー、今年の1月と同じ形まさに、ね、資金が初動で入ってガンって。 と和比をつけてさらに資金がまたどんどんと入っていく一回ちょっと今落ち着いてるんですけどまたね上がっていくと思われますねまあ,あの、えー、基本的なところを考えるとですね、はい、まあ8割がた上がっていくのかなというところで僕は見てるんですけど、まあ、投資は自己責任でお願いいたします中ねまあこれはねいいジーに取れる相場なのかなと思っている感じでございますけどもねまあね人生いろいろね下がるかもしれないのでそこはねあの、えー、ちょっと見てやってくださいね まあパターン化をどうなるかっていう部分で検証していくっていう部分でも、ね、チャレンジしてもいいのかなというところでございますね。 過去の歴史があの繰り広げられるというね、まあ、そういった部分でございますね。まあ、そういったね、あのテクニック、ね、そういった部分で、えー、投資、戦略を練っていくっていうのも非常に、ね、重要なことなのかなと思いますので、理系、さらにね、そのあれですよ、えーまあ、材料が出ておりましてですね、理系、えー、と、なんだったかな、えー、あれですよ、まあ、うん。えー くださいね、えー、ニュースが、そうですこれをもともと 5G の筆頭銘柄と言われておりましてまあ、時価総額30億円ですからですね、えー、全然2倍、3倍ありうる可能性がありますね、えー、全然安いでございますから、はい、まあずっと持っててもね全然問題はないのかなというところでございますね。はいいままああという形で、えーまあ、ニュース っていうか、ね、3DMD システムっていうのを受注したということでございますね。はい,まあ、ねいいじゃないですか。まあ、あとはね、ね、えーまあ、これもいいですね、大手化粧品メーカーに受注、発注するということでございます。大きな材料でございます。まあ、これね、えー、次の決算にもどんどん入っていくと思いますねで、売上としてですね、まあいいことだと思います。まあ、これが、ね、メインじゃないんですね。 あのまあ、スバルとかね車とかにも 5G を生かしたねあれを。 どんどんぶち込んでいくということも考えられていることでございますので,であと、ねえー、軍事関連の、ね、ドローンとかも理系扱っているわけでございますからです、ねまあそ,こもね、そこの部分についてもまだ今後も、ね、どんどん上がっていく可能性があるのかなとテンバーガーの可能性がある手羽がーの、ね、10倍株の可能性のある銘柄の1つには違いないのかなと思っております。まあ、今年がね、えー、例え、あのーね まあ、上がって。まあ来年ね。まあ直近じゃなくてもね。あの上がっていくという形でございます、ね。でまあ、火がついたらね。一気に天板テンバガー,テンバーがする可能性もありますので、まあ、見てやってみてください。引き続きですね。理系でございました。そんな感じでございます。まあ、人生トータルで圧倒的に皆様が勝ちたいでございますね。はい、ちょっと勝負するところ。 は勝負していきたいでございますね。まあね、キーホルダーとか曲がってきております。まだまだ上がっていく。ね、まあ3000とか4000とか言ってほしいですね。はい。まだまだこれからです。相場はね、今から始まったばかりなのかなと僕はね、思っております。暴落があってのこれからの上げ これからのわけでございますね。皆様楽しみでございますね。はい。乗り遅れないっていうことがね、大事になってくるかなと思いますので、波乗っていきましょう。はい。本日は以上でございます。皆様チャンネル、ババチャンネルですございます。ババチャンネルのチャンネル登録よろしくお願いいたします。丸いボタンが出てきます。丸いボタンが。丸いボタン、ポンと押すと。YouTube すごい。ポップアップが出てきます。チャンネル登録ができるんですね。皆様チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございます。